私の名前はゆか。今は28歳で出版社で会社員をしている。社会人になってから知り合ったかけると結婚してもう3年になる。夫のかけるは個人事業主をしていて、職業でいうといわゆるフリーライターってやつだ。そんな私たちはお互いに仕事が忙しくてなかなかコミュニケーションを取れないことがあったり、たまに夫婦喧嘩することもあったけれど、平凡な結婚生活を送っていたと思う。そんなある日の夕食、いつも通り仕事の愚痴や友人の近況報告なんかをしながら食事をしていた。そういえばこの間ゆかちゃん子供生まれたんだって。ああ、高校の同級生だっけ。そうそう、私ももう28だし、そろそろ子供のことも考えないとね。子供を産める年齢には限界もある。今や高齢出産も珍しい話ではないが、体力がなくなってくると育児も大変だろうし、私は縁があればというスタンスだが、かけるは子供が好きだ。だからそろそろちゃんと話をしなければと思っていたのだ。ところがかけるの反応は私が想像していたものとは違った。は？ふざけんな。あれ、子供好きだったよね。そろそろかけるの仕事も安定してきたし、子供のことを考えてもいいのかなって突然激怒したのだ。なんでお前にそんなこと言われなくちゃいけねえんだよ。もともと夫は少し沸点が低い方だ。気に入らないことがあると口を聞かなくなるのはいつものこと。でもこんな風に激高して言い返してくるのは珍しかった。それでも初めは今子供の話をされたのがそんなに嫌だったのかなと、そこまで気に留めなかった。夫婦で話し合って決めていければって思っただけだったけど、なんか問題でもあった？子供ができたら金かかるだろ。え？まあそりゃそうだけど、別に今お金に困ってるわけでもないし、子供を一人二人養うぐらいはできる収入はあるよ。私も仕事辞めるつもりないし、今の会社には新卒から勤めているし、今ではちょっとした肩書きもある。だからお金の面で心配するようなことはとりあえずはないはずだが。なんだよそれ、俺への嫌味か。え、嫌味なんて言ったつもりないけど、どの辺が嫌味に聞こえたの？俺の方が収入が少ないから俺の金じゃ育てられないってことだろ。別にそんなこと言ってないじゃん。私も仕事は続けたいし、二人で働いた方が余裕のある生活できると思うんだ。勝手に話進めんなよな。俺は子供は作らない。夫はそう言って少し残った夕食をそのままにして席を立った。あまりに突然怒り出した夫に唖然としてしまい、しばらくその場から動けなかった。私の言い方が嫌味っぽくって、夫の方が収入を少ないことを指摘された気分になったってこと？でも初めから否定的だったし、もしかしたら子供を持つということに対して何か思うところがあったのかもしれない。でももともと沸点は低い人だったけど、あそこまで怒ることかな。私には夫の考えがいまいち理解しきれず、モヤモヤとしたままその日は眠りについた。きちんと話し合っていけば夫の気持ちもわかるかもしれない。短気な人だが、日付をまたいでまで喧嘩するようなことはめったになかったし。次の日の朝、朝早くから仕事で家を出なければいけなかった私は、夫と顔を合わせることなくバタバタと支度をしていた。行ってきます。まだ寝ているのか、夫からの返事はなかった。会社に着くと思わぬトラブルが舞い込んできてしまい、朝早く出たのに残業まですることになった。この時期は本当に忙しいからトラブル起こりやすいんだよな。早く帰りたい。長い時間仕事をしてクタクタになった私が帰宅したのは夜の22時頃だった。夫はすでに食事もお風呂も済ませているのか自室にいるようだった。ふとダイニングテーブルを見ると、え？これって離婚届？置かれた離婚届には夫の欄が記入済み、ハンコまでしっかり押されている。あとは私が書いて承認欄を埋めたら提出できる状態で置いてあった。ろくな話し合いもせずに紙だけ置いて離婚しようってこと？夫のことが嫌いなわけでもなかった。つい昨日子供が欲しいって話をしたばかりだったしね。でも残業明けの私は疲れてしまっていたんだと思う。泣いて離婚したくないってすがったら可愛いんだろうけど、
あいにくそういうキャラでもない。そういえば収入がうんぬんって言ってたし、私が知らないだけで不満だらけだったんだろうな。子供を作る前でちょうどよかったと、どこか達観して離婚届にスラスラと名前やら住所やらを書き込んでいった。そして近くに住む仲のいい友人夫婦に連絡をして、その離婚届と手荷物だけを持って友人宅へお邪魔することになった。ごめんね、こんな遅くに。別にうちは大丈夫だけど、どうしたの？急に来るなんて珍しいじゃん。なんか離婚することになったみたいで。はあ？私は友人夫婦に事の経緯を説明した。と言っても私自身細かいことが全然わかってないんだけど、って感じで、なんか一気に魔法解けちゃって。こんなことでって思われるかもしれないけど、だから離婚届の証人のところに二人の名前を書いてほしいんだよね。このまま届けに行こうと思って。本当にいいの？旦那さんとちゃんと話し合ってないんでしょ？もういいんだ。あ、誰が証人かとかは絶対言わないから安心して。それはいいけど、相手が収入にコンプレックス感じてたら早かれ遅かれこうなってただろうし。まあ大騒動になる前でよかったのかな。わからないけど、私たちはユカの友達だから、ユカの意思を尊重するよ。二人ともありがとう。友人夫婦はかなり驚いていたし戸惑っていたけど、サインを書いてくれた。私はバタバタとお邪魔して申し訳ないと思いつつ、そのまま市役所の夜間窓口へ離婚届を提出した。家に帰宅しても夫は自室にこもったままのようで、特に物音もしなかった。離婚ってこんなに突然でも成立するんだな。不思議と寂しいとか思わないな。私にはまだあまり実感もなかった。次の日の朝、目が覚めると夫は家を出ていたようだった。そういえば今日は早めに仕事に行く日って言っていたかも。ちょうどよかったな。はい、すみませんが引っ越さなくてはいけなくなり、はい、お休みをいただきます。よろしくお願いします。忙しい時にと申し訳なさは感じたが、職場に休暇をもらう旨を電話。そのまま自分の荷物を急遽頼める引っ越し業者に連絡し、実家へと運び込んでもらった。この時点でもあまり未練がないのが不思議だ。もともと切れやすいっていうのも今考えると何なんだよって思うな。離婚届を置かれるまで何にも疑問に思ってなかったのに。恋愛って不思議だな。会社近くのマンスリーマンションを借りて、会社に通いながらアパートを探し始めた。そして無事会社からほど近いところにちょうどいいアパートを見つけ、そこに引っ越すことができた。持っていた携帯も新しく契約し直し、電話番号も LINE のアカウントも全て変えることにした。離婚届出しておきました。今までありがとうございました。これが最後のメッセージか。夫から連絡が来ることを徹底的に避けたかった。しかし実家から電話があり、元夫が実家にいるだろうと尋ねてきたそう。あんたの元旦那が来たよ。迷惑をかけちゃってごめんね。なんて言ってた？離婚届を本当に出すとは思っていなかったのだろう。復縁要請に来たものの、私の母は劇場型。ゆかさんはそちらの家にいるのですよね？もううちの娘はあんたと離婚したのよ。他人のあんたなんかと話すことはないわ。帰って。そう言い放って母は塩をまいて追い返したらしい。昔から感情的な親だったけど、今回ばかりはその性格に助けられたわ。夫は実家に押しかけることはあっても私の会社には来なかった。というのも彼の仕事は私の会社から依頼されるものがほとんど。そりゃ問題を起こすわけにはいかないか。自分の仕事がなくなるかもしれないものね。もともと夫と知り合ったのは今の職場がきっかけだった。正直元夫は特別優れたライターというわけではなかったけど、一生懸命なところに惹かれたのだ。正直仕事面では特筆することもなく、元夫ぐらいの能力を持ったライターはたくさんいると思う。だからきっとうちの職場と何か問題を起こしたとなったらすぐに仕事を切られるだろう。そう考えると私の存在は元夫にとって仕事面において目の上のたんこぶだったのかもしれない。離婚してからも夫を職場で数回見かけることがあったけど、見るたびに着るものが汚くなっていった。あ
洗濯ちゃんとしてないんだろうな。お風呂もあんまり入ってなさそう。まだ夫婦だった頃、私が行ってもなかなかやろうとしなかったんだもの。一人になってお金もなくなったらそうなるよね。結婚生活中、生活費は収入が多い私がほとんど出していたから、夫は自分の給料を洋服や趣味に使うことができたけど、今はそうもいかなくなったんだろう。前は結構おしゃれな服ばっかり着ていたから、余計にその差が目についた。にしても、なんで子供のことで怒ったんだろうね。カナが仕事辞めるって思ったんじゃない？子供作るイコール嫁が仕事辞めるって思ってる人、まだ多いと思うな。で、カナが仕事を続けたいって言ったら、今度は俺に解消がないって言いたいのかってなったのかな。あの人の考えは私たちにはわからないけど、子供ができる前に別れて正解だったなと思う。ご視聴ありがとうございました。また見て。